ハザスルビロです。今回ですね、ハイキュートゥーザトップ8話の原作との比較やっていきたいと思います。単行本派の方はですね、ネタバレにご注意ください。またこの動画内でですね、8話以降のネタバレはなしでお送りしていきます。じゃあどんどんいきます。紛れるした後ね、日向の超速攻に対してむやみに手を出さないという固い意志が見られるみたいな、伊達公の説明、鵜飼皇子の伊達公の説明、少しカットされてました。何コマ分か。で、月島の伊達公の解説の時、日向をハエ叩きで叩きたくなるみたいなセリフもカットになってました。で、月島のね、伊達公の超理想的なストーリーみたいな言う時、神々しかったっすね。なんか、語弧が差しとった。で、日向のね、ブロック絶対振り向かすからの、菅さんのまるで恋がなかったんですよ。びっくりした、俺これないでから。またね、なかったですっちゅって、いや、ありましたよ、みたいなことになるんかなと思って何回か見返したんですけど、なかったですよね。カットしない方が良かったというか、ここカットしちゃいけんかったやないんかなと思いますけどね、どっかでもう出るとも思えんしね、伊達公の試合終わったし。あとですね、日向の俺はいるぞのところ、オーラすごいでかっこよかったっすね、なんか。ドラゴンボールかと思ったわ。で、その後のね、最後まで選択肢の一つであり続けろみたいなやつ、みんなで言ったんですね。日向のセリフじゃなくて、みんなで言ってました。かっこよかったっす。あと、白鳥沢の川西のね、選択肢を切り捨てるみたいなとこの解説もなかったですね。で、二口の長えよ、小金井の後、朝日さんのね、心の声で嫌なとこに返し上がるっちゅうのがあったんですけど、それカットになってました。トスが乱れた場面でも、嫌なとこに返せる二口のスキルの高さみたいなのがね、このコマで伺えましたね。それで、月島のスタミナ切れの時ね、日向と書いてバケモンと読んでたんですけど、これバケモン日向でもないんで、つってこう、ちゃんと分かりやすく言ってくれてましたね、アニメではね。あと、田中のクロスと見せかけてのストレートのところ、あれアニメはね、結構体がストレートに向いてたんですよ。やけど、原作は、こう、クロスに向けたまま打ってる感じでした。やけ、影山が、絶対クロスかと思ったっていう感じになってました。で、木下のジャンフロの後、伊達公の監督がね、レセプションなんとかしねえとなっつって言ってましたけど、原作ではマネさんが言ってましたね。ちなみにレセプションっていうのはサーブレシーブのことですね。で、あとその後の日向と二口のやりとり、二口がベーみたいな感じでやって、日向がエイラーってやっとるところはカットでした。日向と青音が目が合う前のサーブ、ネットになったやつ、あれ女川のサーブです。ちなみにね、通称パンタロン、影山が日向に対して直感かって言ってたところ、心の声でね言ってる時、あれ日向はね、心の中でね、お腹空いてます、なんか腹減ったつって言ってるんですけど、あれ合宿の時にね、考えるのも腹減るなっていうセリフがあったんで、小金川を釣りに行ったのもちゃんと頭使って考えて釣りに行ってるよっていうのが、心の声でわかるかなって思いました。で、カラスの3年と伊達公3年が会う時、アニメではね、カラスの3年が体育館から見送ってる感じですけど、原作ではざっとすれ違ってました。もう会場が伊達公だったんでね、伊達公3年のセリフでね、カラスの黒ジャージがダメみたいな、人相の悪さを引き立ててるみたいな、もうピンクにすればいいみたいなこと言ってたんですけど、あれカットになってましたね。で、日向と青音のお辞儀、あれなんか原作の方がやっぱちょっと味がありましたね。こうもう顔がこう真っ黒になってる感じで、ペコリみたいな。あれ好きなんですよね、原作のやつ。で、西野と木下の自主練。で、西野が木下にね、サーブ練習は心拍数上げてやってなんぼだって言ってたんですけど、あれ試合中のサーブ打つ時が、だいたい心拍数が上がっているからっていう注意書きがありました、原作では。そして、日向が山道を自転車で帰ってる時、横を通り過ぎた車の中にいる子供の、あの人一人で笑ってるってやつがカットでしたね。あれ面白かったんですけどね。で、日向の必殺ロンリーパス練習の時ね、妹の夏が何してんのって言った時に、母親がね、日向の母ちゃんが、あんた虚しくない？早よ中入りなさいって言われて、頭にボールがボンってぶつかるみたいなとこはカットになってました。で、あと、エンディングの時ね、島田マートさんと鵜飼コーチが話してたやつ、あ、その顔はいいことあったかみたいな感じのところ。あれ原作ではね、それが何なのかっていうの答えがすぐ出たんですけど、これアニメでは多分、来週のお楽しみみたいな感じになってるっぽいんで、あえて出しません。今回の動画でね。多分来週答えが出ると思います。お楽しみということで。はい、ということでいかがだったでしょうか。またですね、ご意見ご感想などコメントしていただけたらと思います。で、また来週ですね、日曜日夕方5時ですね、ハイキュートゥーザトップアニメの感想、原作との比較やっていきますのでよろしくお願いします。で、また火曜日ですね。次回の火曜日はですね、19時にまた動画上げるんですけども、ジャンプでのハイキューが救済になってましたので、何か、考察あげたいと思ってますので、ぜひ見てください。また夜19時、夜7時にあげますので、よろしくお願いします。あと、今、バイオハザード RE2 の実況あげてます。怖いの大丈夫とかね、興味あるっていう方はぜひ見てください。配給のことも、いろいろ喋ったりなんたりしてますので、よろしくお願いします。あとですね、その他のゲーム実況、ボカロ P チャンネル、ぜひ見てください。よろしくお願いします。ということで、本日も、あざした！